こんにちは、チョッパーです。突然ですが皆さん、悪口って言われたらイラッときませんか？でも悪口ってたまに言っちゃいますよね。そこで今回は、言葉遣い良ければ悪口言っても怒られない説を検証していきたいと思います。今回アジア1位にもなったことがあるモコズさんで検証していきたいと思います。モコズさんには今度こそアジア1位にキャリーしてもらおう企画という体で呼んであります。アジア1位のモコズさんにはね、私が徹夜して考えたとっておきの悪口を4つ用意しました。1つ目が、大人だけはお上手ですね。で、2つ目が、無駄にお声が大きいですね。で、3つ目が、撮影の時だけはとても面白いですね。で、一番最後に、酸素がものすごくもったいないですね。二酸化炭素を作るのやめてもらっていいですか？地球温暖化進んじゃうんで。これを言うんだ。果たして、モコズさんは言葉遣いがいい悪口に怒るのか、早速見ていきましょう。レッツゴー。開始しました。はい、今日はもう敬語でいきます。じゃあね、モコズさんは年下ということで、今日は敬語でやらせていきたいと思います。はい、すいません。生きててごめんなさい。そんなことないよ。生きててごめんなさい。そんなことないよ。そうですよね。いや、わかんないよ。ああ。ということで、どうも皆さんこんにちは、チョッパーと、あー、危ない。もうなんか今くっつかれてたわ、危ね。はい、ということで、はい、皆さんこんにちは、モコズです。ということで、今回の企画は、今度こそアジア1位のモコズさんにキャリーしてもらおうということでやっていきたいと思います。もういいよそれは。今度こそって、もうドッキリしかないから、それ疑うなよ。だって前回なんかあれだったじゃん、戦闘中何言っても大丈夫説みたいな。あれ本当に何言ってるか分かんなかったし。いや今回もね、どうせなんか実はキーマウでやってるとか、うん、なんもないってだから、まあ、あるんじゃないんだ。そんな簡単に人を疑うなんて、うん、最低疑うやろ。だって一回騙されてんだから。もう信頼値ゼロよ今。動画に関しては、動画撮ろイコールドッキリだと思ってるからね。だから距離してもらおうって言ってんじゃん、企画。ああ、任せろ。 JK をキャリーできるだけありがたいと思うよな。JK なんだと思ってんの自分で。神の領域やないの、人類の宝、国の宝。お前自分で自分のこと、まあ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  JK、 まあ確かに JK はな、国宝ですから。だんだのんびりやってこうぜ。まあのんびりやってっか。ん、チョッパーさん最近見てるアニメとかあんの？漫画でもいい？あ、漫画でもいいよ。盾の国ってやつ見てる？ああ、あれか。え、わかる？あれでしょ、犯人が毛利小五郎のやつでしょ。誰誰誰誰誰、お前だ。犯人毛利小五郎やで、それ気をつけな、それネタバレしちゃうけど。ちなみに最近見たい映画とかある？映画、逆になんかある？最近だと、そうだな、はい、この話やめようか一回。ないからやめようか一回。とりあえずね、はい、レブケイブ行こう。キャリーするならやっぱね、僕がね降りるところも決めてね。そうだね、全部、何から何まで全部キャリーします。うん、降りてる人いないな、これもキャリーもクソもないなこれ。モコズパワーで敵のことをね遠ざけたんだ。そうやな、俺のオーラがな、そういうこと。さすがっす。これ自分で言ったらダメね、普通になんかうざいやつみたいな。JK を怒らせた罰金罪200万。うん、高っ。JK 絶対怒らせないあかんやん、先生がかわいそう。怒れんやん。 JK ネタたくさん使ってるけど、うちあと半年でさ JK 卒業なんだよ。うわー、もう JK 使えなくなっちゃうじゃん。元 JK が留年 JK 使うけどなんちゅう。なんで終わりや。私永遠の18歳とか言ってんのと一緒やねんこれ。まあまあでもね、別にうちは普通にモコドさんと仲良くなりたいなって思って誘ってるわけやから、ドッキリもなんもないし、まあ、キャリーしてもらいたいなって思ったから、ついでに企画、そう。ああ、なるほどね。まあ、口出たら何とでも言えるからな。なんで？キャリーしてもらいたい。ああ、ごめん、わかったわかった。するから、ちょ、一回黙ってくれ。嘘嘘嘘。最近元気？どう？元気やで。親孝行してる？してるで。今ね、親のリスナー目線のモノマネした。親のリスナー目線。間違えた。親のリスナー目線、それリスナー目線や。俺、人のこと言える立場じゃないんだけどさ、チョッパーさん日本語下手でしょ。なんなら英語の方が得意まであるでしょ。いや、英語はなんか赤点ギリギリやな。結構まずいパターンや。外国人の視聴者とか来るとさ、もうリスナーに頼りっきり。なんて読むのこれ。まあ、あるよな。俺漢字が苦手だからリスナーさんによく漢字聞く。あー、敵がいます。はいはいはい、白です。はいはい、ナイス。上にいます。オッケーっす。これやりきます。めっちゃロロ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 ロ、なんで。あー、あぶね。あー、死ね。あぶね。ありがとう。ちなみに、たくさん死ぬドッキリじゃないよ、本当に。ああ、よかったよ。普通に俺今一瞬疑ったけどね。左上のバーが赤になった瞬間に疑った。ん？これは？うわ、待って、よく待って。え？
あ、本当よ。任せろ、今回の企画。キャリーをするという。綺麗、本当におめでたいやけど、なんか大人だけは、お上手ですね。おい。うわぁ、俺200万取られる。罰金200万。やったぜ。やったぜ。大人だけは、お上手ですね。大人だけはな。じゃあなんか勝負する？うん、いいよ。大人以外でも。いいよ。そうやなー、なんかあるかなー。じゃあテストの一番得意な科目の一番最近の点数。あー、俺の場合は英語が一番得意で、まあ一番点数高いから英語で勝負するわ。チョッパーさんの得意な教科とかあれば。うち現代社会。現代社会一番なさそうやけどな。得意なんだ、その基礎がいらない、その場の範囲で答えれる。あ、なるほど、ね、基礎がいらないやつ。なギリギリから勉強始めてもさ、取れんじゃん、ある程度の勉強すれば。やめろ、バカ野郎が、お前マジ JK をバカにしやがって。うぃ。じゃあ何点でしたそれ。いいですか、先に発表しちゃって。いいっすよ、いきます。92。あー、86点。なんていうか、英語だけは得意なんですね。ちなみに日本語より英語の方が得意。俺いつも国語マジで赤点がギリギリ。なんならこの前26点だった。英語だけは得意なんですね。それバカにしてるよ。英語はお上手なんですね。戻せろ。ほら、かわいそう。全部いただくぜ。待って、うるるるるる、やめろやめろ。うん、敵いる。さあさあ、敵さんやっちゃいますよ。やったノイス。やった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 、ナイス。うまい、フォトナだけうまいな、やっぱりうまい。ないだけってないや。ちなみにフォトナ以外はなんかあんの？俺がうまいもん。どうもりとか。どうもり？うまい下手関係ないわ。どこでうまい下手判断してる？釣り？釣りの時？それとも虫捕まえる時？まあでもあれむずいよな、虫捕まえるの。やばい、やった。あ、ごめん。オッケー、任せろ。気をつけろ、爆破がめっちゃいる。やめろ。わあ、わあ、助けて。ああ、怖い怖い怖い。今何、今の視点、緊急で動画回してますみたいな。モコゾさんって撮影時だけは面白いっすね。あんた一回オフで撮ってみる。おい、やられろ。あ、間違えた。やられたらダメ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 、やられんな。おい、やられろ。なんかチョッパーさんあんまり上手くないっすね。うるさい。チョッパーさんなんかやられんの上手いっすね。え、なんかモコゾさんがいるとなんか酸素がもったいないっすね。なんか俺に口臭いって言いたいのか、それは。酸素が汚染しますねみたいな。しません、しません。二酸化炭素作るのやめてもらっていいですか。最近ね、地球温暖化もあってなかなか結構難しい日本でありますからね、うん、地球温暖化進んじゃうんで、うん、そうっすね。うん、そうはならんやろ。そうはならんやろ。キャリーはできしてもらえませんでしたね。企画倒れですね、企画倒れ。まあ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 、できたところもあればできなかったところもあるみたいな。まあまあまあ、企画的にはまあまあまあいいんじゃないですか。じゃあね、最後にここだけ言っておきたかったことあって。はい。バガ、ゴミ、うん、クズ、うん、ということで、え、言葉遣い良ければ悪口言ってもバレない説。あ、間違えた、言葉遣い、待って、ちょっと待って。一番ダメだろ、実況者の中で一番間違えちゃいけないタイミング。はい、じゃあ気を取り直して、言葉遣いが良ければ悪口言っても怒られない説でした。ありがとうございました。いや、あのね、一つ言っていい？うん。いや、別に言葉遣い何々っすよねみたいな感じ言ってたじゃん。いや、そっちの方が腹立ったけどね。友押しに今日は一生バカにしてました。された。まあ、とりあえず今日はモコゾさんバカにできたんで大満足かなということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ね、俺のことバカにしちゃいの。11月まだ一回もバカにしてなかったから、バカにしたかって思ってこの企画しました。ああ、いや別にバカにしないのが普通だよ。いや、1ヶ月に1回はバカにする企画絶対取りたかったからさ。どういう方針なの。今回のはね、ちょっと俺純粋に受け取っちゃうから、うん、あんまりね、そんな腹立ったとか言ったけど全然そんなイライラしなかった。バカ、ゴミ、クズ、おい、ゴミ、おい、無能、おお、配信時だけは面白いですね。ちなみに犯人毛利心得で。ということで皆さん、概要欄にもこちさんのチャンネル貼ってあるんで、ぜひ皆さん登録お願いします。お願いしま す, なーす。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。バイ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 。